かものづくし闘病は中国、四国地方に伝わるつきもの。香川県ではトンボ神ともいう。闘病は蛇のつきものと言われ、その姿は10から20センチメートルほどの長さの蛇で、体色は全体的に淡い黒だが首の部分に金色の輪があるという。また、沖田神社の抹茶道通宮など岡山県のいくつかの神社では白蛇と伝承されている。 鳥取県では、闘病狐といって小さな狐だとも言う。75匹の群れを成しており、姿を消すこともできる。闘病のついている家は闘病持ちと言われ、屋敷の中に闘病を放している家もあるが、四国では人目につかないように土星の瓶に闘病を入れて、台所の床上や床下に置いておき、時々人間同様の食事や酒を与えるという。こうした闘病持ちの家は、 金が入って裕福になると言われる。また飼い主の意志に従って闘病が人に災いをもたらしたり、恨みを抱いた相手について、体の節々に激しい痛みをもたらすという。ただし、飼い主が闘病を粗末に扱えば、逆に飼い主に襲いかかるという。岡山県では、闘病のたたりを鎮めるために道通り様の名で祀られている。 笠岡市の道通神社はこの道通り様の神社としての側面があり、神社から奉納された道通り様の小さな家があり、蛇の鉱物として卵などが備えられている。なお、それらの家の中に祀られた蛇の置物はあぎしに巻きついてそれぞれアウンの口の形をした2匹の白蛇の姿をしている。起きた神社の抹茶道通宮の写真でも道通り様は、 白蛇と言い伝えられている。谷川健一は闘病を、藤田のむすなわち鶴植物のように巻きつく蛇で、縄文時代から続く蛇信仰の名残ではないかという、説を取る。ありがとうございます。